りないな。金が全然足りないよ。まずこれがセバスへの追加資金と、次にこっちが呼吸と水溶棒のリザードマンの村への復興支援や道具の調達費用と。ああ、いやいや、彼らには直接物資を送るという話だから、コネを使えばもう少し安くできるはずだし、これぐらいかな。やっぱりどこぞの商人にスポンサーになってもらうのが一番なのかな。王国に3チームしかないハダマンタイト級冒険者だから、商人から名指しの依頼は来るんだよな。でもさ、金でどんな依頼も引き受けるやつとか思われるわけには、うん、いかないよな。いずれ時が来たら、この冒険者モモへの称賛は全てアインズール・ゴーンが引き継がなきゃいけないんだし、他人からの評価には気をつけなきゃな。でもお金がないんだよ。やっぱりこんな宿取る必要ないよな、普通。はあ、そもそもさ、なんでこんなエランテル最高の宿、黄金の輝き邸の最も高い部屋を取らないといけないんだ。俺にはふかふかベッドでの睡眠も豪華な食事も必要ないっての。なんでアンデとノレがこんな高級な宿に泊まる必要があるんだよ。あるんだよな。アダマンタイト級冒険者が野宿なんてするわけにいかないし、取引先の重役が高級腕時計をつけていた意味が身に染みて分かったよ。やっぱり衣食住は人に対する評価ポイントだし、アダマンタイト級の冒険者にはそれにふさわしい宿や服装を要求させるものか。でもさ、俺の利用価値が高いなら冒険者組合の方で宿を取ってくれよな。って言えばやってくれるんだろうけど、そんなことで組合に借りを作りたくはないし、借りを返してもらうならここぞって時だし。ああ、もうとりあえず金がない。もっとガンガン依頼を引き受けるかな。でもあんまり引き受けすぎると他の冒険者たちの反感を買うし。で、今自由に使えるお金は、あ、金といえば守護者たちの給金。うわ、みんな思考の存在のために働けること以上の喜びはなく、対価を得るなど失礼に当たりますなんて言ってるけど、やっぱり働きには正当な対価があるべきだよ。守護者たちを一部上場企業の部長クラスに設定すると、年収1500万は必要で、シャルティア、コキュートス、アウラ、マーレ、デミウルゴス、あとアルベドはもっと上かな。つまり、かけること6人と。無理無理。そんな金逆立ちしても稼げないわ。いや、そうか。代わりのもので代用すればいいんだ。コインを作って、それが1枚で10万とかの価値にすれば。で、そのコイン何に使う？ナザリックの施設は全部無料だし、今無料で使ってる施設を有料にするなんてしたくはないし。そうか、守護者たちに欲しいものを直接聞けばいいじゃないか。なんか俺最近独り言が多くなってない？やっぱり未だに一人だからかな。ナザリックの NPC みんなに悪いけど、彼らが望むアインズールゴーン、至高の41人のまとめ役を演じるために、鈴木悟、俺自身を殺しているせいかもしれないな。ん？あ、ナーベが帰ってきたかな。どうした、ナーベ。入れ。はい、モモンさん。うん。時折出るな。そのもはや癖としか言えない呼び方。まあ注意をしたら一時的とはいえ治るから、前より良くなっていると思うべきか。はあ、頭を伏せる必要はない。もはや怒ってはいないし、敬語も諦めた。それで一体どうした？はい、
モモンさんが下等で下劣な商人どもに命じていらっしゃいました。例の鉄鉱石が集まったとのことです。いやー、ナーベさん、それは命じていたわけではなく、ただ取引をお願いしていただけでね。それに商人の皆さんはそれほど下等でも下劣でもありませんし、まして俺は友だなんて思ってないって。そうか、ならば買ってこい。金ならいくらでもある。とりあえずこれぐらいあれば問題ないだろう。受けたまわりました。しかしお伺いしてもよろしいでしょうか。様々な鉱山の鉄鉱石を買い漁っている理由か。はい。エクスチェンジボックスに投げ込むためだ。要は鉄鉱石の採掘される場所によって金額に差が生じるのか、それを調べたいのだ。エクスチェンジボックスはアイテムの外見や歴史的希少性、芸術性などは判断しない。石像はただの石の塊であり、どんな名画も絵の具とキャンバスでしかない。精巧な石の彫像もエクスチェンジボックスに投げ込めば、査定される金額は同じ重量の何の細工もしてない石と同等となる。では含有成分に差があった場合、品質に違いのあった場合はどうなのかというのが、鉄鉱石を買い集めている理由だった。ナーベも知っているように、小麦なども投げ込むと査定されたしな。ただし荷車いっぱいの小麦をぶち込んでも大した金額にもならなかった。だったら大量に生産すればいい。アンデッドやゴーレムを使えば広大な小麦畑、プランテーションが作れるはずだし、もちろんそこに至るまでには山ほど問題があるけれど。納得いたしました。ではこれより至急買ってまいります。ああ、ただし十分に注意していけ。お前がシャルティアのように狙われる可能性もあるのだから。もしもの場合は分かっているな。万一の場合はシャドウデーモンを盾にし、安全を優先し全力で撤退いたします。撤退の際はアウラ様のお作りになられている偽りのナザリックに転移し、相手に虚偽の情報をつかませます。よろしい。とにかく安全を重視しろ。決して攻撃されるような人混みの少ないルートは通るな。それと人間に絡まれたり声をかけられたりしたからといって半殺しにしたりもするの。スリの手を潰すのはいけなくはないかもしれないが、あんまりするな。あと人間を虫けら呼ばわりは絶対によせ。私たちは最高位冒険者モモンとナーベなのだからな。はい、かしこまりました。うん、では行け。行ってまいります。鉄鉱石の品定めか。お金がない時に限ってこういう出費かさむんだよな。もう嫌になっちゃう。丸山久我の原作監修、オーバーロード、漆黒の英雄譚。おや、お疲れのようですな、トーケル坊ちゃん。ああ、アンドレ、ようやくエランテルに着いたわけだが、次はどうする？まあ、そうですな。最初に宿屋を取りましょう。その後に冒険者組合に行って、依頼書を張り出してもらいます。さて、宿はこっちですよ。ん？なあ、アンドレ、これぐらい大きな都市であれば、宿屋はたくさんあるんだろう？そうですな。ビョルケンヘイム寮とは違って、宿屋は複数ありますよ。うちの寮とは違って？お前、一言多くないか？そうですかね。寮内に宿屋があるだけ立派なんですけどね。寮内にちゃんと宿屋があるってそれだけで結構すごいことなんですよ。まあいい。それでこの都市にいくつか宿屋があるなら
なんでアンドレは迷いなく進んでいるんだ。どういう意味です。だから宿屋が密集しているわけではないんだろ。どうしてすでに宿屋が決まっているような物言いなんだ。ああ、そういうことですか。お決まりの宿屋があるんですよ。以前旦那様も泊まった宿屋です。ほう、父上が。するとこの都市最高の宿屋なのか。いや何がおかしい、アンドレ。すいません。まさかそんな風に思われるとは。いや、エランテル最高の宿屋は黄金の輝き邸というんですがね、一泊の宿代すら目の玉が飛び出るような値段でして、私たちではもったいなくて泊まれませんよ。うちの寮内の宿屋とは残念ながら桁が違うんです。そうか、確かに都市の規模が違うからな。そんな最高級の宿屋に泊まれるのは本当に一握りの人間です。まあこの先のことを考えなければ一泊くらいは泊まれますけどね。泊まってみますか。バカを言うな。私たちの持っている金はビョルケンヘイム領の領民が出してくれた血税、血の滲むような金だ。余ったなら必ず返す。無駄金などない。それこそトーケル坊ちゃん、次期ビョルケンヘイム伯爵にふさわしいお考え。このアンドレ、旦那様に取り立てられた分の働きはしますよ。普通に命をかけて働きたいでいいんだぞ。申し訳ないですね坊ちゃん、そこまではまっぴらごめんです。というより俺の言うことさえちゃんと聞いてくださればそんな危ない真似にはなりません。俺やっと結婚して子供も生まれたばっかりですよ。なんで成人の儀に俺を連れて行きますかね。それはお前が父の成人の儀で活躍したからだろ。幼い頃から何度も聞いているのだぞ。父上が危ないところをかばって戦ったお前の一騎当選の勇ましさは、まあ我が家のことながらおかしな掟だとは思うさ。家を継ぐ前にモンスターと戦い勝利を得る成人の儀なんてな。だが生死のかかった戦いを乗り越えることの重要性、実戦を経験することの大切さ、それを知るために代々受け継がれてきたことだ。それは守らねばならん。そして今坊ちゃんの番が来たと。旦那様の成人の儀ではもう少し目立たない活躍を考えるべきでしたね。もしそうだったならお前は我が家に仕えてはいなかっただろうな。そうなると父上が口利きをしなかったということになるので、お前は嫁とも出会わなかった可能性が高い。あ、そいつはまずい。活躍してよかったですな。では仕方ありません、お勤め頑張りますよ。はあ、一応俺の緊張を解くのが目的でも、もう少し真面目にやってくれ。もっと肩の力を抜いて大丈夫ですよ。ちゃんと冒険者を雇って危険なモンスターとの戦闘は避けますから。それでも我が家系の全員が成人の儀から無事に戻ってきたわけじゃないからな。大丈夫ですってば。エランテルを選んだのはこの周辺で最も優秀な冒険者がいるからです。そんな人たちを雇ってさほど凶悪なモンスターの出ないあたりに行く予定ですから。さ、行きましょう。ああ、そういえば先ほどの黄金の輝き邸といえばあれですよ坊ちゃん。おお、あれはなんと立派な。ん？あの女性は。さて、アインズ様のご期待にお応えせねば。美しい、まるで幾億の宝石で飾り付けられたようだ。いやー、べっぴんさんだな。さすがは選んでる、あれほどの美人さんがいるとは。彼女は貴族だろうな。この宿屋は宿泊代が超高額なのだろう。宿代はそうですけど、あの服装からすると旅人もしくは冒険者という線もありますよ。冒険者はありえないな。
あれほど美しい女性と冒険者、これほど似合わない職はない。見ろ、あの気高い姿勢、ピンと背筋を伸ばし、頭が少しも揺れてない。貴族としての振る舞いを身につけた女性に間違いない。いや坊ちゃん、冒険者でも戦士として優れている女性ですと、歩いても体の線が崩れたりはしません。って、聞いていないですね。おお、なんという美だ。ところで、そろそろ行きませんか。宿屋の警備たちが怪しげなものを見る目で。決めた。彼女に我が妻となってもらう。は？何を驚く、アンドレ。いや、坊ちゃん、結婚相手を見た目だけで決めるのは。アンドレにはわからないのか。あの方のにじみ出るような優しさが。にじみ出る、ほとんど後ろ姿しか見てませんが、そしてちらりと見えた横顔はなんというか非常に冷たい印象。はあ、アンドレほどの経験豊富な男でもわからないんだな。整った美しさは時に冷酷さを感じさせるものなんだ。それにああいう女性はたとえ冷酷でも惚れた相手にだけはデレデレになるものなのだよ。どこでそんな知識を手に入れたんですか。そもそもエランテルには嫁探しに来たんじゃないですからね。そんなことはもちろん分かって。ってしまった、彼女を見失ってしまう。走るぞアンドレ。ああ坊ちゃん、これは本気でまずいぞ。色ぼけした素人とモンスター退治とか。ああ妻よ、どうか無事に帰れるよう祈っていておくれ。なあ、すまない、そこの美しい方、少し待っていただけますか。すまない、そこの美しい方、お待ちください。初めてお会いする方とお見受けしますが、何のご用でしょうか。先ほどからこちらを伺っていらっしゃったようですが。おお、やはり美しい。何用ですか。ああ、失礼しました。美しい方、私はトーケル・カラン・デイル・ビョルゲンヘイム、トーケルと呼んでいただければ幸いです。実はお話があって。どうでしょうか、そのあたりの店に入るという。お断りします。ここで話していただけますか。それは、もうよろしいですか。行かなくてはならない場所があるので。いや、ちょっと待ってくれたまえ。では話は早めにお願いします。こういう時にはまず落ち着け、落ち着け。深く深呼吸。よし、私はトーケル・カランデイル・ビョルケンヘイムという。それは先ほども聞きました。それで。あ、はい、結婚してください。なあ、言っちゃったよこのバカ。いきなりプロポーズですか。なあ、物件として坊ちゃんも悪くないと思うんです。顔立ちだって坊ちゃんはお母上に似て、10人に聞いたなら10人全員が美形と答える美青年。それに仮にも貴族の端くれ、多少旅の汚れはあるが身なりだって。お断りします。お話はそれだけですか。では。ああ、振られましたね。まあここはしょうがないと諦めて。諦められるか。アンドレ、協力してくれ、私の初恋なんだ。大丈夫です、初恋は実らないというジンクスがあります。ですから、さ行きましょう。なぜだ、なぜ彼女は断った。もしや本気ではないと。ああ、私の女神。ああ、すいません、そうやって本気で自分の世界に閉じこもるのはなしにしてくれませんかね。そうだ、お名前を聞いていないではないか。早速聞かねば。いや、ちょっと待って、本気で待ってください。なぜ邪魔をするんだアンドレ。どうせ呼び止めても、先ほどのこれっぽっちも温かみのない反応しか返ってきませんって。それより、あれほどの美しい方なら名前くらい誰かが知っているでしょう。どんな方なのか尋ねてもありませんか。敵を知り己を知らば
百戦危うからずと言いますでしょう。おお、さすがアンドレ、賢いな。お前を雇って今日ほど心から感謝したことはないぞ。心から感謝されるのがこれというのも少々不快ですが、とりあえずはありがとうございます。坊ちゃんってこんな人だったか。あの方のこと聞いておいてくれ。では後でな。で、坊ちゃんはどこに行かれるおつもりで。彼女の後をつける、うん、そりゃ下手したらというか完璧に変質者ですよ。バカな、これは愛だ。何かあったら私が助けるべきだからな。アンドレだって奥さんが買い物に行くと聞いたら心配で後ろをついていくだろう。そんなことしませんよ。だいたい何でもかんでも愛で片付くと思っているあたり変質者です。もう少しお家のことも考えてくださいよ。愛は人を変えるんだ。それにいい匂いだった。クンクン。あー、この残りガスら愛おしい。どう好意的に見ても変質者なので本気で勘弁してください。あの振る舞い、佇まい、そしてその美しいお顔も、あ、素敵だ。ちょっと暴走しているだけですよね。ね、坊ちゃん。で、あの方のこと何か分かったか、アンドレ。ねえ、ある程度は。そうか。さあ、教えてくれ。今すぐ、速やかに。さあさあさあ。いや、ちょっと、そうやってエル首締め上げるのやめてもらえませんか。俺は今宿に戻ってきたばかりなんですよ。荷物くらい置かせてください。そんな暇などない。さあさあさあ。約束ですよ。教えてもいきなりこの宿を飛び出したりしない。相手の迷惑を考えるというよりも、俺が迷惑だと判断したらすぐに引く。いいですね。もちろんだとも。約束しよう。本当に大丈夫かな。まあ坊ちゃんもまずは座って落ち着いてください。先ほどの女性、有名人でしたよ。冒険者をやっていて、二つ名はビキ、美しき姫、名前はナーベだそうです。おお、ナーベさんか。あの方にふさわしい美しい名前だ。ああ、はいはい、そうですか。おお、そうだ。ナーベさんが冒険者だというのであれば、我々で雇うというのはどうだ。冒険の中で徐々に近づく二人の距離、あー、まるで吟遊詩人の歌のようではないか。そう、そして私は強大なモンスターの攻撃からナーベさんをかばって傷つくのだ。そこでナーベさんは自分の心に生まれた私への思いに気づき、あはー。無理ですね、そいつは無理です。なぜだアンドレ。ナーベさんはアダマンタイト級冒険者チーム漆黒の一員。チームには二人しかいないので、片割れといった方が正解なんでしょうかね。まあそんなわけで、アダマンタイト級冒険者を雇うとなると、我々の全財産、今後エランテルを拠点に成人の儀にふさわしいモンスターをじっくり調べていこうという計画の資金が吹っ飛びます。うん、ん、二人。あいたたたたた、そこに気づかれましたか。二人とは、ナーベさんの相方は女性なのか。噂に聞くアダマンタイト級冒険者チーム青のバラは女性のみで構成されていると聞いたことがあるが。いえ、男性ですね。漆黒の英雄モモンと呼ばれる人物です。なんと、いかん。ナーベさんが男などと一緒では危険だ。いや、もしかしてすでに無理やり花を散らされて。あはは。坊ちゃん、それぐらいにしてください。ここは確かに個室ですが、そういった危険な発言は冗談でも避けてください。どうしたんだアンドレ、そんな怖い顔をして。危険な発言。ええ、アダマンタイト級冒険者に根も葉もない悪口を言うのはご法度ですよ。他の冒険者だって自分たちのトップに立つ者の悪口を言う相手に好意を覚えるはずがありませんからね。それに彼らの都市内の評判は非常にいいです。
彼らさえいればこの都市はモンスターなど恐るるに足らずというほどに。それほどなのか。で、モモンというのはどんな人物なんだ。漆黒に染まったフルプレートを着用し、巨大な剣で二刀流をする凄腕の戦士だそうです。どんな仕事も完璧に、それもありえないほどの速さでこなし、その上誰もがひれ伏すほどの強力で強大な魔獣に騎乗するそうです。さらに性格は非常に温厚で慈悲深く、子供たちを抱き上げて遊んだり、赤ん坊を連れた母親が倒れた時などは親身になって介抱したこともあったそうです。はっきり言って比類ない英雄ですね。で、ナーベさんとの関係は？そこまでは不明です。男女の関係だという意見もあれば、ただの主人と従者だとも。モモン様と呼んでいるのを聞いたことのある者もいるとか。ただしどちらにせよ、ナーベさんはモモンという冒険者に盲目的かつ献身的に従っているらしいですね。そうか。いや、それでも何もせずに、二人が恋人関係であるかも確かめもせずに逃げてたまるか。ここで何も言わずに去ったら生涯後悔するだろう。敗北すると知っていても踏み出すべき時があるのだ。おお、正直応援はしたくないですが、その意思は正しいと思いますよ。全財産が吹っ飛ぶのを覚悟すれば依頼できるんだな。ええ、できますが。依頼するんですか？ご自身で言っていたように、これは領民の出してくれた血の滲むようなお金ですよ。それでも俺は。わかりました、坊ちゃん。アダマンタイト級冒険者に守られれば安全度も高いでしょう。アンドレ。それに最高峰の冒険者の力を目にすることは、漁師として必ずいい経験になるはず。あと、次期漁師として顔を売っておくことは悪いことではありません。支払われる金は決して無駄にはならないでしょう。明日にでも冒険者組合に依頼を出しておきます。その代わり、エランテルに滞在中一切の贅沢はできませんからね。まったく珍しいデアリンスね。階層守護者が一堂に会するなんて。でもビクティムさんがいませんよね。あら、マーレ、それを言ったらガルガンチュアも。シャルティア、すまない、あまり時間がないんだ。それで、アルベド、私やアウラまでをもナザリックへ呼び戻し、ここに集めた理由は何なのですか？そうそう、アインズ様よりいただいた大切な仕事を一時中断して戻ってきたんだけど、何の用なの？アインズ様からご命令をいただいたので、みんなの意見が聞きたくて集まってもらったの。アインズ様から？ご命令？おお、我らが御方より。僕たちの意見を。それを先に言ってよ。で一体何なの？アインズ様のお言葉を伝えるわ。役職に応じた給金を与える計画を立てている。その給金を使ってお前たちが買いたいものを提示せよ。どのことよ？給金などと。私たちは至高の御方々に仕えることこそ喜び、代価をいただこうなど恐れ多い。ええ、言うならお使えできると言わすことこそ給金。二重で何かをいただくわけにはいかないでありんす。違いない。はい、そうですよね。僕もそう思います。弟の言う通り。ええ、守護者各員が同じ思いを抱いていると私も確信しているわ。でもアインズ様のお言葉は絶対、
ならば私たちがどのように考えていようともアイデアを出すべきでしょう。それでは皆、欲しいものはある？別にないかな。ないですね。ないでありんす。ないな。ないと思います。それでは話が終わってしまうわ。アインズ様は買いたいものを提示せよとおっしゃられたのよ。何かアイデアを出すことを務めと知りなさい。だったらさ、アルベド、あなたから何か出してよ。そうね、なら服とかはどうかしら。ベロロンチーノ様がご用意された服が大量にあるから私はいりんせんわ。ドレス、ナース、メイド、バニー、セーラー、レオタード、スクール水着、体操服、ブレザー、あとは尻尾とか耳とかもありんせ。それは羨ましいわ。私はこの白いドレスを数着持っているだけ。下着類だけは結構あるんだけど。アルベド、服少ないの？それなら私たちの服いる？魔法がかかっているから誰でも着られるし、あとは着ぐるみ系とかもあるけど。私もスーツぐらいしか持ってないですね。他の衣装などは確かに欲しいところです。私は基本的に服を着ないからな。呼吸ドスは全裸だものね。勘弁してくれアウラ。そう言われると変質者っぽくて嫌なんだが、私の外衣は鎧代わりになっているから服を着ないだけなんだぞ。皮膚が皮鎧代わりになるんですって。服を着ない人なんでしょ？違う。裸族の言い訳のような言い方をしないでくれ。よろしい、ならば服はいいせんね。でも外の世界に私たちが満足するようなものってあるのかしら。そのあたりの調査はさ、外に出ている人にお願いしたら。女性用の服はソリューシャン、ナーベラル、あとは村によく行っているルプスレギナあたりに。では男性用の服はアインズ様にお願いするということですね。セバスさんでもいいかもしれないです。わかったわ。じゃあ次に行きましょう。何か他にアイデアのある人。おもちゃ用の人間とかはどうでありんしょうか。食べたり拷問したりしてもいい人間。なるほど、悪くないわね。確かに一部の者たちも望んでいるでしょう。チャックモールやニューロニストなどが。それに自らの眷属たちに食べ物として与えたい者もいるでしょうしね。ならこれもお願いすると。他には？はいはいはい、私ロロロが欲しい。ロロロとは何ですか、アウラ？それは却下だ。え、なんで？あれは私が管理するリザードマンのペット。彼らの財を勝手に奪うことはこの私が認めない。たとえここで決定したとしても、そうならぬようアインズ様にご慈悲をお願いする。ブー、お姉ちゃん、ペットを勝手に持ってったらダメだよ。じゃあロロロの子供をちょうだい。第六階層の湖で飼うんだ。それなら話をしてもいいが、無理になどはやめてもらうぞ。リザードマンたちはあのヒュドラを戦力として考えているかもしれないのだから。はい、無理やり奪ったりはしません。では他には？武器や防具に興味がある。しかしすでに所有しているものより劣るものしかないだろうから、そのあたりは考えものだな。でもアインズ様が持ち帰った武器みたいにナザリックでは作れない武器もあるみたいだよ。なんとかティーヌとかいう女が持っていた武器、スティレットね。作れないというより、必要なデータクリスタルがナザリックに存在しなかったという方が正しいけれどね。コキュートス、そういった武器を欲しいということかしら。コレクションとして欲しがる者もいるだろうからな。
他にも自分の部下に装備させ強化を図りたいと思う者だっているはずだ。なるほど。そのあたりの武器に魅了される戦士的な精神というのは男独特のものなのかしら。私は少し理解しかねるけど、女にとっての宝石などと同じと思えばいいのかしら。分かったわ。では武器防具も候補にあげましょう。他には？アインズ様の添い寝剣。ごくり。そう、それは確かに欲しがる者が数多くいることに間違いがないわ。まさに。しかし値段などつくのか。アインズ様もさすがに自分の添い寝の権利に値段をつけるのは戸惑われるのではないか。でもさ、だからといって私たちが勝手に値をつけるのはアインズ様に失礼じゃない？では参考までに各員が値段を提示していくオークション方式で仮の金額を決定したらどうだろう。それって値が上がるのかしら。だってあまりにも高い値をつけすぎると買えなくなるのだから、低い値で止めようとするのでは。低い値段なんて、そんなのアインズ様に失礼です。まあれ、落ち着いてよ。低い値段というのはあくまでも例なんだからさ。大丈夫ですよ、まあれ。その辺も考えています。そうならないよう最高金額を提示した人物にメリットがあれば競争は起こるはずだと思うのだよ。それはどういう意味だ？つまりサンプルをアインズ様に提示してもらうのだよ。添い寝といってもどこまでが添い寝なのかには意見が分かれるところだろ。頭なでなでまでが添い寝でありんす。いいえ、アウラやマーレが知らなくていいことまでするのが添い寝よ。大式ホールドという言葉にはそれはもう惹かれるものがあるわ。それが許されるのであれば私は。いや、アルベドの意見は普通にアウトだな。意見が分かれることが分かっているから、まずどこまでが添い寝かという最低ラインを決める必要がある。そのためにアインズ様のご意思でその商品を提供していただこうと思う。つまり今回最高価格を提示した人物にはその試供品を堪能してもらう。試供品、今後もう二度と味わうことができないかもしれない唯一無二の商品。十二分に立派なメリットだと思うけどね。どうかな。ごくり。あの、じゃあ紙か何かにみんなで書いて異性ので公開ですか？それも悪くはないと思うが、とりあえず2回やってみよう。当然だが2回目は1回目よりも高額を提示しなくてはならない。皆さんいいですね。ではホワイトボードとペン、何か書くものを用意させよう。依頼人は貴族と聞いていたが、あの若者かな。隣はお月の戦士という感じか。しかし何故あの依頼主は初対面の私をあんなに睨みつけてくるんだ。不快ですね。殺しますか？何度も言っているが、感情の高ぶりは抑えよ。それにそのとりあえず殺せばいいやという考えはよせ。いいか、死んでしまっては利用できないことだってある。だからこそ殺すときは特に注意深く考えた上で行動しないといけない。一時の感情によって後々まで計画を変更しなくてはならないことなどはあってはならないのだ。その深きご推察、さすがはアイン。いえ、モモンさ、様じゃなく、サンナ。モモンさん。よろしい。それで？
もう一つ気になる点があるんだが、ナーベよ。依頼人のお前を見る目が輝いているんだが、何かあったか？あれは昨日、私を尾行していた男ですね。お前を尾行？まさか、ついにシャルティアを洗脳した者の関係者が。警戒は必要か？しかし、なら敵意をあらわにする理由がわからん。注意しておけ。かしこまりました。あ、いや、ナーベ、その深いお辞儀しなくていいから。お二人は仲がおよろしいんですね。はあ、はあ、敵意のある声だな。普通は挨拶からじゃないのか。隣の戦士然とした男の顔が引きつったぞ。いや、仲間ですから、これぐらいは普通ですよ。この度は名指しの依頼だとかで。私がアダマンタイト級冒険者モモ、そしてこっちがナーベです。よろしくお願いします。おお、それぞまさしくアダマンタイトの冒険者プレート。わざわざありがとうございます。私はアンドレ、そしてこちらがトーケル・カランテイル・ビョルケンヘイムだ。よろしく頼む。組合から話は聞いていますが、一応確認させてください。ビョルケンヘイム卿がまだ正式に家を継いだわけではないので、今日ではないがな。あ、これは失礼。では何とお呼びすれば。ビョルケンヘイムで構わない。了解しました。ではビョルケンヘイムさんの警護として雇われるということでよろしいんですね。身辺をお守りすることには自信はあります。ですが、私たちは戦士とマジックキャスターという組み合わせでして、一部能力に欠落がありますが、その辺は問題ないのでしょうか。ほっほー、アダマンタイト級冒険者といえどもさすがにできないことがあるんだな。坊ちゃん、それぐらいにしてください。あまりに過ぎた態度は自分の格を下げますよ。すまなかった。いえ、お気になさらずに。あのウジ虫め、殺す。よせ、ナーベ。しかし隠密行動へのモモンさんの心配は理解しております。そのあたりは私がやりますよ。レンジャーとしても多少は訓練を積んでいますから。なるほど。それでビョルケンヘイムさんはお家の掟によりモンスターを討伐しなくてはならないということですが、どのようなモンスターを。できれば人型のモンスターがいいですね。実のところ我が主の掟は人に近いモンスターを殺すことで、人を殺すときに受ける心の傷を軽くしようという狙いがあるみたいなんです。とするとゴブリンですか。そのあたりだと嬉しいですね。で、そのゴブリンに心当たりがあるんです。ほほ、もともとゴブリン狙いで周辺の情報を集めたんですが、なんでも以前モモンさんはゴブリンの集団を追い払ったとか。南方の森から出現したゴブリンの件ですか。確かに撃退しましたが、それは私ではなくナーベがやったんです。ほう、やっぱりすごいんですね、ナーベさんは。ん？こいつら本当にシャルティアを洗脳した者と関係があるのか。なんだかあまりにも幼稚というか。モモンさん、別に大したことではありません。そんなご謙遜を。きっとナーベさんは。モモンさんは私よりも強いですから。あ、え、そうなんですか。これは単に彼がナーベに惚れているだけなんじゃないか。今までにいた色ぼけ連中と同じパターンだろう。ああ、そうなんですか。でもゴブリンを全滅させたわけではないんですよね。ん？もしかしてこの従者の戦士殿、色ぼけ若君の暴走を止めようとして。ええ、全くそうですね。完全に殺し尽くしたとは言えませんね。
れ、もしかしてモモンさん、この気まずい雰囲気なんとかしてくれようとしてる。ここは乗るしかない。ああ、それで話によると、お二人はこの地図のこの辺りでゴブリンを迎撃したとか。ええ、そこですね。足はどうされます？徒歩で向かうのでしょうか？いえ、馬を借り受けて行こうかと。ほほう、それは素晴らしい。馬ならこちらも用意があります。さりげなくやってきた乗馬訓練の成果を見せられる時が来たぞ。そのようなお約束よろしいのですか？ハムスケはいかがなさいます？ハムスケか。いや、あれはナザリックに置いていこう。せっかく作ったハムスケ用の防具をあいつの体に合わせる時間もできるしな。ご随意に。それでビョルケンヘイムさん、出立はいつにされますか？ホワイトボードとペン、行き渡ったようだね。書く前に皆に一つ覚えておいてほしいことがあるの。それは、私たちに支給される年収は1500万だということよ。あら、アルベド、それはあまり高い金額を提示するのはやめんしょうと言わす提案でありんすか？失礼ね。私はアインズ様の添い寝券をいずれ多くの者が買える金額であることを望んでいるわ。それに多くの者が望んでいることをお知りになれば、アインズ様もご納得がいくと思うの。決してアインズ様を低く見て話しているのではないわ。うまいですね、アルベドは。何がだ、デミウルゴス。あれは本当にうまい。さすが守護者統括。自分の立場を高めると同時に釘を刺してきた。もしや狙いは、高額の提示をした場合、他の者たちのことを考えぬ者として責めるということか？確実にそうでしょうね。それに彼女はこちらに告げてない別のカードを隠し持っています。別のカード？守護者の私たちと守護者統括の彼女、もらえる金額は同じなんですかね？初期の段階で資金力に差があるということか。1500万という金額が勝負の境目になりそうですが、弾を多く隠し持つアルベドはそこに踏み込んでくる可能性が高いでしょうね。ねえ、デミウルゴス、談合は禁止じゃないかしら？これは失礼。決して金額の話し合いをしていたわけではないですよ。ええ、そうでしょうね。もちろん信じているわ。では始めましょう。アインズ様の添い寝券、1回目の入札。では皆、ホワイトボードに入札額を。かけたかしら？では一斉の、でで提示してね。一斉の。ちょっと。これは面白くなってきましたね。マーレ、やりすぎでアリンス。1億。一応聞くわね、マーレ、金額は間違ってないわよね？1000万と。1億です。だってアインズ様の添い寝ですから、そのくらい当たり前だと。あー、そっか。うん、分かったよ、マーレ。だったらお姉ちゃん、マーレのこと応援するからね。まさか思わぬ強敵の出現でありんすか？これは面白くなってきましたね。ちなみに、マーレ、その金額をつけた理由は？だって
添い寝だったらそれくらいかなって。ただそれだけだよお姉ちゃん。ふう、そういうことでありんすか。よかった、マーレが実は男の人の方が好き、1億払ってでもなんて言われたら。でもアインズ様に求められたら答えるべきでしょ。それがたとえマーレでも。おっと、マーレがああもたやすく入札の思惑を話してしまうとは。これはまずいですね。何がだ、マーレの性癖疑惑が発覚したことか、それとも自分の愛がマーレへ届かぬのを知ったことか。違います。というかコキュートス、あなたのギャグのセンスは壊滅的ですね。世の中には手動というものがあってな。しかしそれではアインズ様のご子息がジーの出番。はいはい、何にショックを受けているかは知りませんが、いいですか、今回アルベドやシャルティアではなくマーレが圧倒的な高額を提示してしまいました。これは今後非常にまずい事態を引き起こします。うん、アルベドとシャルティアは1回目はある程度低い額でとどめ、2回目で自分たちが提示できる金額内でまとめようと思っていたはずです。うん、確かにアルベドが500、シャルティアが350だな。しかしマーレによってその考えが破棄された2人は今こう考えているでしょう。1億という年収の6倍を超える額を提示された以上、今回手に入れられなければもはや二度と手に入れる余裕はないと。つまり次回は二人とも後先を考えない金額を提示してくるでしょうね。そして今後同じようにアインズ様に関わる何かを提案した場合、金額は同様に跳ね上がる。1500万という年収の足かせが吹き飛びます。なるほど、面白い。まるで武人同士の立ち筋の読み合いのようだ。何を興奮しておかしな呼吸音を上げているんです、コキュートス。次回の入札は最低価格が1億か。しかしアインズ様に何かをしてもらうというのであれば、その価格帯は妥当かもしれないぞ。まあそれはそうなのですが、そのような金銭の叩き合いは美しくありませんね。ではそろそろ2回目の金額提示に入ってもいいかしら。では皆ホワイトボードに第2回入札、では一斉の。スタチューオブアニマルウォーフォース。ナーベ、私が前でお前は後ろだ。さあ乗れ。かしこまりました。はっ。乗馬の旅か。こいつは魔法で召喚したゴーレム、普通の馬よりはずっと扱いやすいけど、まだちょっと自信ないな。名指しの依頼者の手前、無様な真似は絶対できないし。でも俺もアダマンタイト級冒険者だ、やらなきゃな。でナーベ、確定だな。あの青年に裏はない。お前と相乗りした時のあの噛みつかんばかりの眼差し、あれはお前に惚れた単なる男だ。しかしまたこのパターンか。これで何回目だ。4回目です。まあナーベさんを自由にしろなどと喧嘩を売られるよりはまだマシか。しかも自分で殴りかかってきておいて手を痛めた奴がいたな。セバスなら私の鎧も突き破ってくるだろうが、そういえば
あの男はどうなったんだろう。重罪ということで過酷な肉体労働でもしているのではないですか。こちらに被害もないのに、それはないだろう。接近禁止命令でも出たんじゃないか。返事しろよ。何かしたのかよ。怖くてこれ以上聞けないだろう。しかし、あのウジ虫、モモンさんをさっき混じりの眼差しで見るとは、なんと無礼な。依頼遂行中に腕をへし折る程度の罰与えますか。ああ、子供のやることに怒りを覚えてもしょうがない。モモンさんがそうおっしゃるのであれば、私に異論はございません。言いたいことがあれば言って構わん。いや、命令だ。言え、ナーベラル。では失礼を承知で。子供であるからこそ、無知を使ってでも間違いだと覚えさせるべきではないのでしょうか。なるほど。子供の教育は教師である山彦さんの得意とするところだが、彼女ならば何というかな。山彦様、おお、41人の至高の御方々のお一人、ユリ姉様を想像されたお方ですね。かつてのギルドメンバーの話には本当に食いつきがいいな。でもそんなみんなのことも忘れたことは多くあるな。山彦さんとそんな話をしたことなんて今の今まで忘れてたよ。そういうプライベートな話までみんなでしてた、あの輝ける時代。でもそんな細かいことは忘れちゃうくらいもう昔のことなんだな。どうされましたか、モモさん。まさかあの男に不快感を。やはりあの男、多少罰を与えた方がいいのでは。違う、ナーベ、そろそろ覚えろ。私たちは人の世界に溶け込んで暮らしているのだ。不用意に人間を敵に回す発言は避けよ。申し訳ありません。ああ、いや、すまない。ちょっと荒い態度だったな。だが、まあ、そろそろ人の世界に混じって暮らし、ある程度の時間が経っているんだ。ナーベ、お前も少しぐらい態度を変え。それでは私が先導します。トーケル坊ちゃんは真ん中、モモさんたちは後ろをお願いします。それでどうですか、モモさん。ええ、それで構いません。一頭の馬に相乗りしてベタベタと。アンドレ、あのモモンとやら本気で周囲を警戒しているのか。トーケル坊ちゃん、ここは草原ですよ。空を飛ぶ影もないですし、地中を掘り進むモンスターでも現れない限り大丈夫でしょう。だが、あんな男がナーベさんと親しいなど認めたくもない。坊ちゃん、それまだ本気ですか。う、あの方はアダマンタイト級冒険者でありながら、おごり高ぶったところは一切なく、それどころか好感すら覚える人格者だと思いますね。それはこちらが依頼人だし、貴族だから。支払った金額はアダマンタイト級の最低額ですよ。あれほどの冒険者が金に困るわけありません。でも名指しの依頼だから、わざわざ受けてくださったんだと思いますね。気持ちはわかりますがね。ま、もう少し見守ってはどうでしょう。ただこれ以上あの方に嫉妬による根拠のない罵声を飛ばすのは、ご自身の価値を下げるものだと私は思いますよ。でも意外ですね、坊ちゃんがここまで感情的になるなんて。自分でも不思議だ。でもあの二人が馬に相乗りしているのを見るのがひとときすら耐えられないんだ。ですよね。
では、次の休みでナーベさんと話をしてみてはどうですか。本当はもう少し一緒に冒険してからと考えてたんですが、モモンさんに対して敵意丸出しのその態度はマイナスにしかなりませんからね。アンドレ、お前は反対しているのかと思っていたが。無理だろうとは思っております。ただそれは味方をしないという意味ではありません。私は坊ちゃんの良いところを知っておりますので。ただし坊ちゃん、いい反応は返ってこないと思います。それにショックを受けてこれから待つ戦いに悪影響が出ることは避けてくださいよ。ああ、分かっている。本当に分かっていますか？その言葉、信じますよ。ああ、ビョルケンヘイムの名にかけて。いいでしょう。申し訳ありませんモモンさん、そろそろ馬を休ませたいのですがよろしいでしょうか。ええ、問題ないですよ。まだまだ先は遠いですから、馬がへばったら目も当てられませんしね。ま、こっちの馬はゴーレムだから休憩なんて必要ないけどね。このままなら夜までには目的の村に到着するでしょう。ゴブリンがいないようであればそこを滞在場所にできるといいですね。第2回入札では一斉の！ちょ、アルベド、このアホは！おそらく至高の御方々四十一人にかけているのでしょうが、やりすぎです。最初に自分で言っていた1500万の話は完全に無視ですか。よ、4億1000万アルベド、28年分の給金に匹敵する金額とか何を考えているのでありんすか。あら、シャルティア、負け惜しみ。ああ、ルールには従っていますから悪くはないのですが、このままではとてつもないことになりそうです。少しルールを変更しませんか。うん、それがいいかも。うん、それがいいでありんす。待って、私が落札したものはどうなるの。無効と言ったら、ここで壮絶な戦闘が始まりそうな気がするので、今回においてはアルベドのものということで構わないのではないでしょうか。ええ、それなら構わないわ。くっふっふっふ。ではアルベドの同意もあったところでルールを変更します。まずこれ以降、一人が持つ金銭の最大値は1500万とします。次に各員が2つずつアインズ様にお願いするものを提案し、それをランダムに選びます。同額を提示した場合はまだ落札していない人物が優先となります。当然アルベドはすでに一つ落札しているとみなしますが、反対意見はありませんよね。もちろんよ。もし異論を唱えたら先ほどの添い寝券を剥奪するつもりでしょ。話が早くて助かります。その他は基本的に前回と同じにしますが、ただし1枚単位での入札は避けましょう。でしたら1500ポイントでやった方が良くないですか。そうだね。分かりやすさは重要だよ。確かにそうだな。数字だけ書けば良いのなら分かりやすい。よし、では1500ポイントを上限とし、書くのは数字だけでオークションを再開としましょう。ところでオークショニアとして公平な第三者ということでプレアデスの一人を呼ぼうと思いますが、どうでしょうか。異論がないようなので、では誰を呼びますか。ルプスレギナはカルネ村に行っているはずだよ。ナーベラルさんはアインズ様と一緒にいます。ソリュシャンはセバスと共に人間の国だな。とすると
残ったのはユリ、シズ、エントマの3名でありんすね。なら私はユリが一番いいと思いんす。あの子はプレアデスの副リーダーでありんすし。僕は構いません。私も無論問題はない。私も異議なし。というかあの3人なら私もユリがおすすめ。ならユリで決定でありんすね。なぜシャルティアは興奮しているんだ。ユリさんが多分ですけど好きなんじゃないでしょうか。そうね、マーレ。あの子の悪癖のせいよ。気にしない方がいいわ。違うわ。ユリは真面目だし、残っているメンバーの中では一番おすすめじゃない。ユリか。悪くないね。ただ、もし他に手の空いている人物がいたら連れてきてくれるかい？すべてをユリに任せるのは大変だろうからね。わかったわ。じゃあシャルティア、ついてきてくれる？私がユリに取引を持ちかけたりはしていないことを保証してほしいの。ユリの性格であれば取引なんかしないでありんしょうし、信頼できると思いんすけど。でもまあいいでありんすよ。いってらっしゃい。で、ねえシャルティア、協力しない？協力？確かにルール違反ではありんせんでしたが、あんなやり口を見せられた後に協力でありんすか？これはれっきとした取引よ。ねえ、例えばあなたが欲しいと思ったオークションの品に私が1000ポイントをつけたら、あなたはどうするのかしら？それは2回目でもっと高額を提示しんす。何がおかしいでありんすか。それは愚行よ。正解は諦めるね。なんで欲しいものを諦めなくてはいけありんせんの。じゃあ2回目、あなたはそうね、1100ポイントを提示して落札したとするわ。すると、あなたに残るのは400ポイント。私は1500ポイント丸々残している計算になるわよね。そして、残る商品はあなたと私。それぞれ2つずつ提案したとして、残りは3品。私はそれぞれに分けて500ポイントで勝負をするわ。ほら。あなたはポイントが500を下回った段階で私に全て持っていかれちゃうのよ。1001ポイントならそれでも499ポイントで500ポイントの私に負けるわね。でもそれは1対1でありんすから、できる技でありんすね。そうね。でもうまく応用すればあの少ない人数相手なら使える技だわ。だから協力しない。一人ならバレる、でも二人であればそうかもしれないという程度の疑惑で終わるはず。正直デミウルゴスあたりは最初の一回で見破ると思うけど、他の三人はそこまで考えないでしょうね。確かにそうかも。基本的に他人が提案したものに他のものは高額な提示はしないはずだわ。だって自分が欲しいものだから提案するのでしょ。そこをつくの。私たちで合計6つは取れるはずよ。なるほど。アルベドの言いたいことは十分に理解しんした。でも一つだけ聞かせてくれんすか。どうして取引の相手が私なんでありんしょ。簡単な話よ。私たちが欲するものは酷似しているから、趣味が近いというのかしら。ねえシャルティア、あなたは知っているかしら。
アイン様のベッドって広いのよ。それはすでにアインズ様のベッドに呼ばれたということに対する自慢？違うわ。冷静に聞いて。私は今添い寝券を持っているけれど、それをどのように使うかはアイン様とのご相談。でも私が右側に添い寝するとして、左側が空いていると思わない？つまり私たちの提案するものは互いに味わえるものにしないかという話よ。これでさらに協力の効果が上がるわね。どう？取引成立ね。馬は私が休ませておきますよ。さあ、坊ちゃん。ナーベさん、少しいいでしょうか？依頼人のご要望だ。構わん。かしこまりました。で、何でしょうか？もしよければ、こっちで話しませんか？ここで話せないことなのですか？はい。そうです。行け、ナーベ。わかりました。で、どちらに行けば？こっちです。もう少し先で。よし、行くぞ行くぞ。どこまで行くつもりですか？ナーベさん、私はあなたが好きです。私はあなたが嫌いです。話は終わりですか？待ってください。ナーベさんはどういった男性がタイプなんですか？それをあなたに言う必要があるとは思えません。ただあなたのような弱いものを愛することは決してないでしょう。私はこれでも剣の腕はそこそこあるのですが。私はマジックキャスターですが、あなたはそんな私よりも剣の腕が劣るとお見受けしますが。やはりモモンさんのような強い方がお好きということでしょうか？モモンさんは別です。あの御方に強さは関係ありません。弱くても問題はないです。それはそうです。モモンさんとは私にとってそういう御方なのです。あの方は絶対です。絶対？じゃあモモンさんが私と結婚せよと言ったなら。モモンさんがそうせよとおっしゃれば私の意思など関係ありません。もし仮にモモンさんがあなたと結婚せよとおっしゃったなら、私はあなたと結ばれるでしょう。この身はモモン様、そしてかの御方々のためにのみあるのです。坊ちゃん、どうしたんですか？アンドレは私のために全てを捨ててくれるか？どうしたんです？全てを捨てるですか？それは勘弁してください。こう見えて私はトーケル坊ちゃんのことが好きです。ですから命を張って助けるというのであればやるでしょう。死んでも構いません。でも生まれたばかりの子供や妻の話となると断ると思いますね。だろうな。それが普通だ。譲れないものは誰にだってある。しかしナーベさんは違う。モモンさんのためであれば人生を投げ出すことすら構わないという。おや、やはりナーベさんはモモンさんのお付きのものだったので。
彼女の話しぶりからするとそうだな。ああ、確定か。でもアドマンタイト級の彼らの情報だし、下手に他人に流したりするとあの二人に敵意を持たれそうだから、黙っておく方が安全かな。ビョルケンヘイムさん、アンドレさん、お話し中のところすみません、悲鳴が聞こえてきませんか。え、ナーベ、何か適した魔法を持っていないか。お待ちください、ラビッツイヤー。あ、ウサギの耳、かわいい。進行方向より複数の悲鳴が聞こえてきます。人のものではありません。おそらくは亜人やそれに類するものだと思われます。どうします、何らかの非常事態が例の村で起こっているのではないでしょうか。それはゴブリンたちが何者かに襲われているということですか。おそらく複数のゴブリンらしき者が悲鳴を上げるような何らかの襲撃。それはどうしましょう。私たちは依頼を受けておりますので、依頼人の要望を第一に考えますが。それはどうします、坊ちゃん。モモンさん、私たちを守ってもらえますか。もちろんです、私たちがいれば何も恐れることはありません。お二人を守りきると断言いたしましょう。それがアダマンタイト級冒険者の仕事です。ならばもう少し村の状況が分かる場所まで移動しましょう。できればその敵をこの目で確認したいのですが、もちろん危険だというのは承知しております。ですが成人の。ああ、それ以上は結構。私たちは依頼人の安全を守りつつ要望を叶えてみせます。もしもの場合は私たちが後ろを押さえますので、振り返ることなく逃げてください。では一気に行きますよ。はや！ではユリ、お願いするわ。はい、アルベド様。では皆様、僕、私がオークショニアを務めさせていただきます。シズ、あなたはユリのサポートを。もっとも重要なのは品名とその時の最高ポイント、提示者の名前とポイントを後ろのボードに書く作業だけど、大丈夫？分かった、問題ない。ではルールを確認させていただきます。まず各員は1500ポイントを持ち、それを使ってオークションを行う。ポイントの提示は2回、1回目の高額提示者は2回目の際それと同等以上を提示する必要がある。商品の合計数は全部で12品、同額落札者がいた場合は落札数が少ない方が優先され、アルベド様はすでに1品持っているものとする。何か皆様との認識に齟齬はありませんか。ないと思うんです。ユリ、大丈夫だ、何も違いはない。では始めましょう。何よ、その棒で机叩く真似。なんだか意地悪な女教師の授業でも受けてるみたい。お褒めのお言葉ありがとうございます、アウラ様。私がエコひいきできるのであれば、アウラ様を応援したいところです。おめでとう、アウラ様。そんな風に言われてもちっとも嬉しくないっての。では皆様、各自オークションをご希望される品名をお手元にある2枚の紙に書かれましたね。シズ、回収して。問題ない、12枚ある。ではシャッフルを。シャッフル、やった。でもそんなことする必要あるの。オークションなんだから順番は大きく関係あるわ。さてでは最初のオークション、まずは あのアルベド様、これにはアインズ様にしていただきたいことを書くと伺っておりますが。
ええ、そうよ。アイン様が給金を支払われた際、どんなものを私たちが欲するか、というご質問に対する答えね。どうした、ユリ姉。最初の品がこれよ。うわぁ。申し訳ありません、デミウルゴス様。いくつか不適切と思われる用紙が入っているのですが、全部で4品。これらは本当にオークションにかけてもよろしいのでしょうか。どれ、見せてもらえるかい。ん？ちょっと、なんで守護者統括の私に聞かないのよ。枚数が4枚か。これは一体どういうことなんだ。アルベド、シャルティア。アインズ様の体が目当てのような商品があるというのは、アインズ様を卑下する行為では。それは早計だわ、ユリ。そうです、そうです。はあ、二人とも本気なんだ。それは大きなミスだと思うけどな。ぶっちゃけさ、これはアインズ様へのただの提案にしか過ぎないのに。その上でアインズ様がそれを許容されたら、最初の1回を体験させてくださいというだけのことでしょ。お姉ちゃん、それってどういう意味なの。だからわかんないかな。このオークションで落札することと、提案されたものをアインズ様が認めるかどうかは別問題なの。つまり、あんまり変なものはアインズ様が認めないってこと。そうだよ、マーレ。なるほど。過ぎたものは拒絶されるだろうから、分をわきまえた方が賢いということか。あ、そうか。そんな。シャルティアはいざ知らず、アルベドまでがそこに気がつかないとは。最初の提案からすべてシャルティアをはめるための策略かと思っていたんですが。しょうがないよ、デミウルゴス。欲望は目を曇らせるんだよ。なるほど、一切了解いたしました。ではオークションを始めましょう。シズ、こっちはさっきから問題なし。ああ、アルベドにシャルティア。アインズ様はお優しい方なので、こうなったら万が一の可能性を考えて落札しておく方が賢いと思いますよ。わかったでありんすよ。坊ちゃん、馬の手綱しっかり握っていてください。大丈夫だ、アンドレ。さて、ここからですが、やはり村の内部はナーベに先行偵察をやらせるべきでしょうね。いえ、その前に全員でぐるりとあたりを。姫、あれはゴブリンたちが何かに追われて、あ、村の壁を乗り越えて、巨大なヘビ。ゴブリンたちを食べて。八本の足、頭部には王冠にも似たトサカ、バジリスク。しかしあの大きさからすると上位種ギガントバジリスク。なぜこんな草原に。石化の視線や猛毒の体液、ましてやあの分厚い皮膚はミスリル製の鎧にも匹敵するはず。進行形のマジックキャスターがいない状況では最悪の存在だ。逃げましょう、モモさん。またこのパターンか。なんかこう呪われているんじゃないか。もしくは裏で糸を引いているやつが我々を追い立てているような。可能性はないとも言えないか。戦闘に入った際に何者かの監視の目があればリンゴだが。ナーベ、周囲を警戒してあの二人を守れ。かしこまりました。行ってらっしゃいませ。ああ。おっと、剣の鞘を外してくれるか。は
モモさん、ここで馬から降りるなど、早く逃げましょう。アンドレ殿、エランテルの冒険者は私を除けばミスリルまでしかいません。このまま奴を放置して森に帰るならよし。ですが、奴が町へとさまよい出したら厄介なことになると思いませんか。将来の禍根はここで立つべきです。でもモモンさん、バジリスクの石化に猛毒への備えは。そんな備えしていませんよ。石化対策も猛毒対策も。だからどうだというのです。モモンさん、ここで逃げるのは恥ではない。それとも勇敢と無謀、それを一括りにされているのか。こういう時こそアインズ・ウルゴーンの名をなす見せ場だからな。だからこそ余裕を持って。石化の視線も猛毒の体液もレジストすれば良いだけです。それにここで退治しなければ奴を見失うと多くの人に被害が出ます。だからこそ今私が守らなくてはならないのです。なんとあの敵を前にして行くというのか。ナーベ、非常事態の時にはお前の判断で撤収してくれ。後でメッセージを飛ばせ。かしこまりました。あれがアダマンタイト級冒険者。私はなんと愚かな、あのような方と張り合うなどと。あれこそがアダマンタイト級冒険者、冒険者の最高位。人を守るためなら危険を顧みぬ勇気、あれこそ人類最強の守り手なんでしょう。極限の状況下に人の本音は姿を見せるという、ナーベさんが忠義を尽くすわけだ。まさに英雄。ナーベさん、私たちは大丈夫です。あの方の支援に。いいえ、ボモンさんはあなた方を守れと言われました。それにあの程度の相手に私の力が必要だとはこれっぽちも思えません。いや、しかし。さあ、二人ともよく目を見開いて見ておきなさい。モモンさんの伝説に新たな1ページが刻まれる瞬間を。そしてその後、私は何度も子供たちに語って聞かせることになる。父上がアンドレの活躍を私に語って聞かせてくれたのと同じように、私は見たのだ。まさしく伝説と呼ぶにふさわしい戦いを。よいか、ビョルケンヘイムの血を継ぐ我が子らよ、私は見たのだ。まさに英雄モモン殿の鬼人に勝る戦いを。あの方は二頭の大剣を両手にしかと握り、ギガントバジリスクのもとへ、はやてのごとく。それでユリ、これが給金を支払った場合に皆の望むものか。はい、冒険からお戻り間もなくのところ申し訳ありません。構わん、私の頼んだことだ。で、これは守護者たち自身が決めたのだな。はい、そうです、アインズ様。まずは服か。なるほど、よくわかる提案だ。確かに皆いつも同じ服を着ているイメージがあるな。仕事から離れている時ぐらい好きな服を着るというのも良いことだ。それで次が人間？食料や遊びに使用しても良いものという意味でございます。なるほど、ある程度情報は集まったとみなして我々に逆らう、もしくは
害をなそうとする者を捕獲し渡してもよいな。アインズ様、申し訳ありません。この話を聞いたエントマの要望で、できれば肉の柔らかいものが嬉しいようです。それは難しいな。我々に敵対した人間をその役目に当てようと思っている。子供が私たちと敵対するというのはあまり想像できない。お前たちが欲するのもわかるが、私は罪なき人間をさらうつもりはない。そうですか。それは残念です。そして武器や防具、これはコキュートスの提案か。あいつらしいな。リザードマンたちに与える武器や防具だろう。コキュートス様のお考えに関しては分かりかねます。ただアインズ様がお送りになられた品はすでに彼らのもとへ。なるほど。より質の良い武器や防具をリザードマンたちに与えたいというコキュートスの望みかもしれないな。それからアインズ様、ソイネケン？なんだこれは。冗談だよな。ユリ、これは冗談だよな。ああ、なんだ。ソイネ県から始まって食事でアン県、一緒にお風呂県、お空を二人でデート県、唯一まともそうなのがこの鍛錬県だが、カッコ内のガチバトル希望とはなんだ。よろしいですか、アインズ様。なんだ、ナベ。それらは皆素晴らしいご提案かと思います。偉大なるアインズ様と共に何かができる、それに勝る喜びがあるとは思えません。ああ、へえ、そうなんだ。あの貴族の若者のように敵意を持っている相手の扱いの方が楽だな。尊敬や忠義、そして愛情、守護者たちの気持ちは嬉しい反面、神経がすり減るな。まあこういうのが褒美になることが分かっただけでもよしとして、給金のことはもう少し自分で考えるか。あー、頭が痛い。俺アンデッドなのに。